メアリー、この町にいるのか。曖昧な眠りの中で夢見るのはあの町、サイレントヒル。いつかまた二人で行こうと約束しておきながら、私のせいで叶わなかった。私は一人でそこにいる、あの思い出の場所であなたを待っている。手紙が来た。封筒にはメアリーと書いてある。妻の名だ。そんなバカな、あり得るわけがない。分かっているつもりだ。メアリーは3年前に病気で死んでいる。それでも会いに来た。思い出の場所、どこなのだろう。この町には思い出が多い。メアリーがいるのか。本当に彼女が待ってるのか。失礼。ごめんなさい。私。ああ、驚かせてすまない。道を聞きたくて。道を？ああ、サイレントヒルに行くにはこの道か。ええ。霧が出ているけど、一本道だから迷わないと思う。ありがとう。でも行かない方がいいかも。それはその町はなんていうか変になってるの。この霧だけじゃなくてね。危険なのか。多分うまく説明できない。でも気をつけよう。嘘じゃない。疑ってるんじゃない。ただ嘘でも本当でも構わない。あの町に行く。なんで？探してるんだ。人を。
ても大切な人だ。私も探してるの、ママを。いえ、母を。何年も会えていないの。きっとここに父と兄もいると思った。でも見当たらないし。ごめんなさい、こんなこと。いや、その見つかるといいな。ええ、あなたも。さっきの。そう、ジェームスだ。アンジェラよ。アンジェラ。それで何を考えているかはわからないが、危ないことはやめよう。そう？何が問題なの？逃げるのは簡単よ。二人にはふさわしいでしょ。二人？私とあなた。同じでしょ。私は違う。怖いの？ごめん。いいさ。お母さんは見つかった？いいえ、まだよ。本当にいるのか、ここに。さあ。でも、この町に住んでたんだろ？そうなの？なんで知ってるの？いや、君がここでお母さんを探しているから、そう思っただけ。ああ。ごめん。あなたの探している人は見つかった？まだだ。彼女はメアリー。妻なんだ。ごめんなさい。いいんだ、見つかるわけないよな。3年前死んだのに。もう死んでる？大丈夫、私は正気だ。ただそれでも。ママを探さないと。一緒に行かないか。この町は変だ。墓地で君が言った通りだった。いえ、大丈夫。私は邪魔になるし。あ、ちょっとそれは。これ預かってくれる？ああ、構わない。持っていると楽になりたくなっちゃうから。ダメ！私が悪いの。ごめんなさい、お願い。でも
おい、さっきの子か。手を踏んでいっただろう。ふん、知らないよ。子供がこんなとこで何してる。さあね、逆に大人が何うろうろしてるのよ。おい、感じ悪いぞ。親の顔が見てみたいな。何を思ってる。お前なんかに関係ない。だってメアリーは嫌いでしょ。何？おい、待て。メアリーを知ってるのか。マリア。マリア、殺されたかと思った。怪我は？傷一つないわ。でもあいつにひどくやられただろう。やられた？何のこと？エレベーターの前で。ジェイムス、何の話？さっきだぞ。忘れたのか。ジェイムス、聞いて。あの長い廊下ではぐれた後に何かあったの？他の人と間違ってない？あなたって昔からそう。あの時のこと覚えてる？マリア。大丈夫って言ったのに、ホテルにビデオテープ忘れて。残ってるかしら。なんで知っているんだ。マリアじゃないのか。メアリーじゃないわ。だからマリアだろう。あなたが望むならね。そんなことを聞きたいんじゃない。私は私でいいじゃない。今ここにいるんだから。ね、生きてる。あなたも触ってみる。いや。わかった。そう、決心がついたなら来てちょうだい。そうか、今は行くけど必ず戻るよ。ここは庭園？それ以上の場所よ。そうか、来たことはないな。ほら、彼女はこっちよ。彼女？
物語に出てくるの。地元の伝説。町から追放されて、この人は島に閉じ込められた。でもある男は彼女と強く愛し合ってた。毎晩男はこっそり湖を渡り食べ物を届けて過ごした。彼女も毎晩待った。岸辺でろうそくを手に持ってね、道しるべよ。でもある夜、ひどい嵐が来た。湖の途中で光が消えた。暗闇でも男は諦めずに島を目指した。荒れる波に立ち向かったけど、ついに飲み込まれた。それでも彼女は希望を持ち続けた。同じように毎晩ろうそくを灯した。待ち続けたのよ、彼のために。どこまで本当なんだか、きっとおとぎ話ね。そうして彼女は崇められて、愛の守護聖人となった。これが由来。ここにはいない。え？妻はいない。なんでここなんだ。私は全然覚えてない。ここじゃないんだ。無駄橋だ。ねえ、大丈夫。他にも場所あるし、今から。行こう。驚いた？ああ、とてもね。当然の仕打ちか、バカジェームスには。かもね。でもね、嫌な人じゃないよ。ちょっとうざいだけ。そうかい。それで次は何をする気？奥の暗い部屋にでも閉じ込めるとか？いいや、もう十分今はね。そう、なら安心だ。それよりメアリー探すの手伝ってよ。いるんでしょ？ねえ、お願い教えて。メアリーがここに？メアリー手紙に書いてたもん。手紙？本当にあったのか。ああ、うん、読みたい。でもレイチェルに内緒ね。レイチェル？看護師さん、ロッカーからこっそり取ってきたの。かわいいローラ、あなたがこの手紙を手にするときには私はもういない。とても遠く静かな場所に行ってしまったから、別れも言わずいなくなってしまってごめんなさい。ローラ、元気でね。あまりシスターを困らせないように。あなたはジェームスのことを嫌ってて会おうとしなかったけど、でも何かあったらいつでも頼りなさい。ぶっきらぼうであまり笑わない、ちょっと短気な人だけど、本当はとても優しい人だから。大好きよローラ。
本当の娘のようにあなたを愛してた。もし病気が治るならば本当の娘にしたいと思っていた。それでもきっといい人生を歩んでね。あなたは強くて賢く美しい子よ。8歳の誕生日おめでとう、ローラ。あなたの親友、メアリー。ローラ、今は何歳だ？先週8歳になった。じゃあ、つまり3年前に死んだんじゃないってことか。メアリーはここにいるのか。ここが遠く静かな場所なのか。いつもサイレントヒルの話してた。写真も見せてくれたし、また来たいって言ってたもん。ジェームスの話もしてたよ、いつも。それに。何？なんだい？それに手紙がもう一通あるの。きっとジェームス宛てだよ。封筒に名前が書いてあった。読んだのか？ううん、読んではない。一度だけ読もうとした。ジェームスに渡したくなくて。でもメアリーはジェームスに読んでほしいだろうから、私が取っておいたの、ここに。はい。空っぽだ。手紙なんてないぞ。嘘。でも私取ってない、本当よ。じゃあどこにある？なくしちゃったのかな。探してくる。ローラ。こっちを向かえ。またお前の仕業だったのか。